はい、皆様こんにちは、キューブの D です。ということで今回もウィニングイレブン2021やっていきます。で今回も人選やっていくんですけど、コッホの人選やろうと思います。多分ね、2021始まってすぐてか直後ぐらいに多分僕一回コッホの人選出してるんですけど、まあ FP とかアイコニックとかまあだんだんねこう戻ってきたので、また改めてやろうかなといった具合です。候補のディフェンシブ戦術でいきます。まあ、なんで表記が4-3-1-2なのかっていうのは知らないんですけど、で、まあ、4-2-2-2なはずです。はい、4-2-2-2です。で、戦術あじゃあディフェンシブで、ディフェンシブの距離感が、サポート距離が7、ラインの高さが4で、コンパクトネスはオフェンシブディフェンシブともに10なんで、まあ好みでいいと思うんですけど、オフェンシブとディフェンシブで決定的に違うところがあって、オフェンシブの時はフォアチェックアグレで、ディフェンシブになるとリトリートアグレになるので、そのサポート距離とかで判断するよりかは守り方で、まあ、判断していただいた方がいいのかなと思います。2021リトリートアグレッシブの方が強いかなと思ってるので、ディフェンシブでいこうと思います。まあ、ゴールキーパーはライブアップで安定してない以上はレジェンドを置いておくのが安牌かなと思います。でラインが4なんで、別に高すぎず低すぎずくらいなんで、攻守、まあ、攻撃的でも守備的でもどっちでもいいかなと思っておりますので、僕はチェフを置くようにしております。で、次センターバック2枚なんですけど、センターバック2枚もいつも通りです。足の速い選手で、体も強くてディフェンス力も高い選手ですね。なので、まあ、クリバリとバランが結局、まあ、このゲームにおいては2強なのかなというふうに思っております。まあ、アイコニックキャンベルを持ってる人はもちろん入れてあげてください。僕アイコニックアーセナル引かなかったんで持ってないんですけど、なのでおすすめとしては、入ってるクリバリやバラン、アイコニックキャンベル、あとはクロスターマンなんかでもありかなと思います。で、サイドバック2枚は、まあ、攻撃的サイドバック1枚とプレースタイル潰してるんですけど、まあ、マンマーク持ちの選手をサイドバックに置いてあげるっていうのはいつも通りで、今回はマルディーニを右にしております。っていうのも上のメッシが、インサイドレシーバーでちょっと入っていくので、そこを埋めるためにマルディーニを上げるっていう感じです。で、まあ、プジョルもそこそこ上がってきちゃうんで、そこが気になる人は守備的サイドバックとかに変えてあげてください。はい。で、DMF にはいつも通りアンカー置いてますね。で、ここのアンカーはワンパー持ってるといいと思います。コンパクトネスも重要だしね、サポート距離もまあ結構近めになってくるので、ちょっとグダるとすぐにカウンター出られちゃうので、ワンパー持ってるといいと思います。セントラルはプレースタイルなくなってるけど、デブライネ置いてます。で、ここはね、パス能力の高さで、ワンパス、スルーパスはどっちも持っててほしいですね。で、ワンパス、スルーパス持ってて、かつ、まあ、ミドルとかも狙っていけると、面白いのかなというふうに思います。おすすめは、まあ、デブライネとか。で、あとはおもちゃさんが、まあ、昨日だか、おとといぐらいに話してたと思うんですけど、デコとか置いてみても面白いと思います。まあ、理想はデブライネですね。で、サイドハーフ。片方セントラルのネドベドにしてます。でネドベドはレフトミッドフィルダーにした方が総合値高いんですけど、そうしちゃうと張りすぎちゃうので、今回はセントラルで起用しております。でここはね、まあパス能力ももちろん欲しいんですけど、外からゴールを狙っていく能力も欲しいので、コンカとかミドルとか持ってるといいと思います。で反対側アイコニックメッシュ置いてます。まあ、メッシはまあ特に説明することもないと思うんですけど、まあ、ワンパス、ルーパス、ワンシュー、コンカ、ミドル、ドロップ、あとなんだっけ、コントロールループとかかな。まあ、これメッシヘッダー持ってるんですけど、まあインサイドレシーバーを1枚置いてあげるといいと思います。はい、でマルディーニが空いたスペースに上がってきて、でフェリクスが下がっていくっていうイメージなんですけど、アイコニックメッシュ買ってない方も当然いると思うので、他のおすすめとしては、まあ、クルセフスキとかサラーとか、前線2枚はラインブレーカーのベルナーとチャンスメーカーフェリックス置くようにしております。まあ、2枚の
もともとラインブレーカー2枚置いたり、あとはプレースタイルなしの人選を確かしてたような気がするんですけれども、今回はチャンメとラインブレーカーを置いてます。でチャンスメーカー重視している能力値はワンパスルーパスを持っていることとか、あと割と決定力持ってると嬉しいんですよね。フェリックスなんか 90FP あるんでおすすめです。でここですね、逆足も蹴れるところ、これがあると結構ね使用感良くなってくると思います。逆足の頻度1とかの選手を置いちゃうとね、ほんと事故るんで、逆足 3以上ある選手を選んであげるといいと思います。まあ、プレースタイル潰すんだったらロナウドとかでもいいと思います。あれ普通にチャンスメーカーの、通常のメッシュとか FP のメッシュでも全然ありだと思います。で、まあ、ラインブレーカーの方が好きなラインブレーカーを置いてあげればいいと思います。まあ、僕は突破力欲しいんで、まあ、スピードの速いベルナとかムバッペとか置くことが多いんですけど、ちょっとなんかベルナにちょっとスキル追加試してたらダブルタッチついたんでベルナを置くようにしております。全然もちろんアイコニックルメニューとかでもありだと思います。まあダブルタッチとかね、その相手を1枚剥がせる能力のあるラインブレーカー1枚置いてあげると、戦えると思います。でリザーブにはインザーギやホーランドを置いていて、でネイマールはまあ基本的にはフェリックスのところなんですけど、まあ、ネルベロの位置に置いたりもしますね。はい、でクルセフスキーは基本メッシの控えです。セントラルとかも置けるんで置いてます。で、まあ、デコはまあこういろんなところに置けるんですけど、基本的にはデブライネのところに置くようにしてます。でラングレとズマ、ズマはクリバリ、ラングレはバランという感じです。他はレジェンドなんで特に控え考えておりません。ということで今回はこんな感じで終わろうかなと思います。まあ、動画に関するとか、このか、まあ、スカットに関するね、質問等あれば、コメントお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた、別の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。